皆さんこんにちは、エミリーです。今日はですね、フランス生活を始めて何気なく生活していただけなのにあるものを壊してしまったということについてお話ししたいと思います。で、何を壊してしまったかというと、電子レンジを壊してしまいました。で、壊してしまった理由は、家電付きの家に、この家に数週間前に引っ越してきたんですね。で、その引っ越してきた時にいろんな家電を拭いてて、で、電子レンジも漏れなく外側と内側を拭いていたんですけれども、その内側を拭いていた時に濡れたタオルで拭いていたのがいけなかったみたいで、それで壊れてしまったようです。で、正確にはこの家に引っ越してきた時に、最初に大家さんといろんな家電がちゃんと動くかとか、壊れてるところがないかっていうのを一つずつチェックするんですね。で、電子レンジについては引っ越してきた時にその一緒にチェックするのを忘れていて、でちゃんと動くかどうかを確認してなかったんですけれども、まあ、前の住人さんがもしかしたら電子レンジが動かないまま置いてってしまったっていう可能性もなくはないんですけれども、まあ、私が壊してしまった可能性の方が断然高いよねということで、まあ、今回おそらく私がやったことが原因で壊してしまったのではないかなと思っています。こちらが壊してしまった電子レンジです。この電子レンジの中の右側にある銀色の薄い板を拭いてしまったために壊れてしまいました。この板の中の真ん中の少し上あたりに小さく黒く焦げたような跡が見えると思います。こうした焦げた跡などがこの板につくと電子レンジは壊れてしまうようです。壊れてしまったなと気づいたのは、電子レンジを拭いた後に初めて使った時に、電子レンジの中で電気がバチバチっと燃えるような、飛んでるような感じがしていて、普通の動きとちょっと違う感じがあったんですね。で、それとともになんか焦げ臭い匂いが結構していたので、これはなんかおかしいと思って、で結局濡れたタオルで拭いたのが原因だということが後から分かりました。で、このビデオを見てる方の中には、引っ越しの直後って家はすごく綺麗だし、特に拭いたり掃除する必要はないんじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、フランスでは基本的にアパートは家具付きのアパートが多いので、その前の住人さんが使ってたものをそのまま自分たちも使うような形になります。で、この今私が住んでいる家も家具付きのアパートで、私が引っ越してくる3日前まで別の住人さんが住んでいた家なので、そのまま使うことになります。で、日本のように前の住人さんが住み終わった後に清掃業者の方が来て全部きれいに掃除していくということは基本的にないので、その前の住人さんが使っていた状態のまま自分たちが使うことになります。ただ前の住人さんは退去する時にオーナーの人と立ち会って、壊れてるところがないかとか、一応きれいに使ってるかなどのチェックは済んでるので、私の家は比較的きれいな状態で住み始めることはできたんですけれども、他の人が使っていたものなのでちょっと気になるところもあって、いろいろ拭いていて今回の事件が起こってしまいました。日本で電子レンジを使っていた時には中が汚れたら結構濡れたタオルとかキッチンペーパーで拭いていたんですけれども、壊れることは全然なかったので、今回も特に何も気にせず普通に生活していて、普通に掃除していただけなのに壊れてしまったので、自分的にはかなりびっくりだったのとショックでした。で、私の場合は幸いにもオーナーさんがすごく優しい人で、今回住み始める時に一緒に電子レンジをチェックしてなかったから、元から動いてなかったのかもしれないということで、新しい電子レンジを持ってきてくれて、特に私は何もお金を払わずにトラブルもなく過ごすことができています。現在フランス滞在中の方や、これからフランスに来られる方は電子レンジを使う時には中身はあまり触らないようにした方がいいのではないかなと思います。現在フランス滞在中の方や、これからフランスに来られる方にとって有益な情報になれば幸いです。この動画は以上となります。これからもフランス生活について
いろいろな情報をアップデートしていきたいと思っているので、チャンネル登録お願いします。ではまたね。